おはよう。おはよう。うん、ハロー。あんたどこから来てってか？インド。インド。うん。ここは福井県にある老人ホーム。何してる？ね。はい、まっすぐ行きましょう。はい。彼女は去年6月、この施設で働くために来日したインド人の介護士です。しかも一人じゃなく15人で。しげさん、小林しげさん。はい、お越しどうぞ。ゆっくりゆっくり飲んでくださいね。あらー、ごめん。突如現れた彼女たちはちょっとした奇跡を起こしています。英語も何も言う、ドキドキはされます。いや、福井県勝山市、人口2万2000人足らずの町です。特別養護老人ホーム桜荘。高齢化が進むこの町では介護士のなり手が少なく、人手不足に悩まされてきました。そこに15人のインド人が一度にやってきたことで介護現場が一変したのです。よくぞ遠いとこまでの働きに来ていると思うね。私らは行くとね。最近は私たち日本人スタッフを引っ張るような感じで、もう顔が生き生きしてて頼りになります。私たちでも感心するぐらいの覚え早いし、すごーって思う時があります。働き始めて1年、彼女たちは桜荘にとって欠かせない存在になっています。それにしてもなぜ15人ははるばるやってきたのか。せーの。なぜ日本人に人気がない介護という仕事なのか。なぜ桜荘が選んだのがインド人だったのか。さまざまななぜを解きほぐしていくと、日本が抱える切実な課題が見えてきました。一緒に行きたいと泣いてるので。制度がそういうふうに整ってないから他の国に行ってしまうって、すごいもったいない話ですね、日本にとっては。これからは彼らが選んでいく。日本と外国人労働者のこれからの関係とは。地方の街で吹き始めたインド旋風を通して日本の未来を探ります。福井県勝山市は時に積雪が1メートルを超える豪雪地帯です。去年12月、インド人介護士が働く桜荘にこの冬初めて雪が降りました。大変ね、大変な。あ、すごい、すごい。私は南インドですから見たことがありませんの。おー、すごいね。その光景に目を輝かせるのはいつも陽気なダナさん。彼女たちの多くは平均気温が30度近い南インド出身。雪を見るのは生まれて初めてなのです。来日してからずっとこの日を待ちわびていました。最年長のシニさんも嬉しそうです。最初の雪楽しみです。びっくり。桜荘では去年6月に彼女たち15人を特定技能を持つ労働者として雇用しました。
行きましょうか。サダコさん、おはよう。おはようございます。特定技能は国内の人手不足を補うための制度。専門の知識や技術を持つ外国人を受け入れ、最大5年間日本で働いてもらいます。彼女たちは全員がインドの看護師免許を持つ経験者。給与は日本人の高卒初任給と同額から始まり、ほぼ同じ待遇を受けられます。薬剤の秘密ちょっと教えてください。なあもの、な、くよくよ考えないで、はい、一生懸命に生きてきたら100歳になってるぞ。はい、あんなちっちゃいでも。彼女たちが来てから確実に笑い声が増えました。でも楽しいですね。もったいないで。桜荘は36年前、勝山市に初めてできた老人ホームです。当初は介護士の募集に大勢の人が集まりました。ところが 7,8 年前から徐々に人材が離れ、ピーク時の6割に減少。入所希望者を断らざるを得ない事態に陥ったのです。当然赤字。一番忙しい。立て直しを依頼され2年前に理事長に就任した医師のベニヤさんは、とにかくどうやってこう人に来ていただくか、もちろん欲張れば、介護系の学校を卒業して資格を持った人ってことになるんですけど、極力そういうこう今まで思い込んでいた条件を減らしていかないと、いろんな方に来ていただけないし、そういう意味ではいろんなことを考えました。はい、その中の一つが外国人というところだった。外国の中でもベニヤさんが注目した国こそインドでした。現地を訪れて自分の目で選んできたのが彼女たちだったのです。もうそれはもう欠かせない存在ですね。あのメンバーがいないと回らない仕事がどんどん増えてきていますし、今後の計画としてもインドメンバーがいることが大前提の計画を立てていっていますので、必要な存在です。午前5時半、10分ほど離れた勝山の市街地にあるアパートから彼女たちは送迎バスに乗って出勤してきます。この日は3人が早朝からの勤務です。水虫。着替えが終わると夜勤の担当者から夜間の様子などが詳しく伝えられます。申し送りと呼ばれる作業です。夜目開いてたり独り言が多くてあんま寝てない人もいます。お母さん、日本人スタッフからの説明にメモを取る彼女たち。日誌などは全て日本語。すでに漢字も使いこなしていました。一時停止をして、西村さん、彼女たち15人は日本人の介護スタッフ33人と協力して入所者70人を日々ケアしています。シフトは3交代制。彼女たちは夜勤を除く朝6時から夜9時までを担当しています。はい、歯磨きしましょう。ああしてください。ああ、ああしてください。ああ。自分で歯を磨けないお年寄りの部屋を回り、朝の身支度をします。はい、うがいしてください。うがい。はい、もう一回お願いします。お年寄りからの呼び出しの対応も仕事の一つ。
あら、おはようございます。インドで看護師をしていたので判断も的確です。マコさん、おはようございます。起きましょうか。いいですか。はい、せーの。体の起こし方や車椅子への移動方法も一人一人違います。車椅子行くよ。はいはい、せーの。一人でやらなければならない時もかなりの重労働です。そして最も大変なのがトイレ。トイレを手伝ったりおむつ交換などの排泄介助です。介護職が敬遠される理由の一つでもありますが、彼女たちは進んで取り組んでいます。お疲れ様でした。本当に汚物処理とか私らもやっぱり嫌だって思う反面、仕事だからやらなきゃいけないっていうのもあるんですけど、もうインドスタッフの人はもう進んで私やりますっていう感じで来るんで、尊敬するところです。半分にしまして、うん、もう半分、もう半分、はい、そうやね。私の、はい、私の友達先生やの友達でね、先生の娘さん。おしゃべり好きなシャンムさん、どの入所者ともすぐに打ち解けます。お年寄りたちからすっかり信頼されていました。そんなシャンムさんの休日、寮のアパートにお邪魔しました。はい、いらっしゃいませ。インド人のリオリです。ルームメイトのウマさんと一緒にカレーを作るところです。鶏肉カレーとご飯です。彼女たちは日本に来てからも1日3食ほとんど手作りのカレーを食べています。料理を始めると部屋の中にスパイシーな香りが漂ってきました。私はインド教ですから、牛肉豚肉食べられません。あ、宗教の、はい、でも私はこの問題ないです。怖いです、この方。あ、この牛肉豚肉は食べるときは悪魔行きます。この宗教はあります、インドで。ですからとても怖いで食べます。インドの人の多くは宗教上の理由で牛肉と豚肉を食べません。そのためカレーの具は必然的に鶏肉が多くなります。おかえりなさい。元から帰りました。今遅めのランチです。仕事を終えて帰宅したルームメイトのダナさんも加わります。遠い異国の地で故郷を感じる大切なひとときです。手で食べます。手で食べたら美味しいです。美味しい、本当に美味しいです。ありがとうございます。おまさん、シャンムさん。桜荘が借りてくれた部屋は 2LDK。 ここに3人で暮らしています。他のメンバーも同じアパートに3人ずつ住んでいます。寒いね。でもシャワールはできません。私は好きだい。食後に始めたのは雪合戦。今一番のお気に入りの遊びです。初めて経験する日本の冬を楽しんでいました。
雪深い福井県勝山市。この町で暮らし始めた15人のインド人介護士。ハルさん、美味しいですか？うまいな。人手不足に悩んでいた特別養護老人ホーム、はい、桜荘で去年の6月から働き始めました。甘いんか。ここは南インドにあるベンガルール。インドで最も近代化の進んだ都市と言われ、人口も国内3位を誇ります。この町に日本企業に人材を斡旋する会社があります。桜荘で働く15人はここで日本語を学びました。看護師免許を持っていなければ入学できません。さらに日本語の日常会話を理解できないと卒業できないのです。そのため日本に行けば即戦力になります。目標変えますね。代表を務めるのがこの人、押渕さんです。日本が介護人材として来てほしいと言われているのは6万人と言われてて、まだおそらく1万人ぐらいしか来ていなくて、で、まあ、その残りの人数をどこの国が担うのかと考えたときに、まあ、やはりインドしかないと思うんですよね。でインドはでもすごく後発なので、どうやって拡大していくのかっていうところはすごく使命を感じています。今まで日本に来ていた外国人介護士はタイやベトナムなど東アジアの国が中心でした。ところがそれらの国でも少子化が進み、介護人材を日本に送る余裕がなくなってきているのです。一方インドは人口が14億人以上、今年中に中国を抜き世界一になる見通しです。しかも平均年齢が28歳と若く、人材が豊富です。さらにインドの人は介護の仕事を粘り強く続ける気質があると、この会社の創設者は言います。特にインド人というのは、親をちゃんと面倒見る、自分の家族をちゃんと面倒見る、もともとのインド人の、その DNA になってますので、そういう意味では彼らがその介護に向いているんじゃないのかなと思います。失礼します。この日も日本から人材を求めてきた企業が採用面接を行っていました。私は思いやりがあって真面目な性格です。働くと家族のように優しく話してケアをすることができます。どうぞよろしくお願いします。いいコミュニケーションといいケアをすることができます。どうぞよろしくお願いします。驚くことに、この生徒たちが日本語を学び始めてまだ3ヶ月半です。猛勉強をしてきたのでしょう。流暢な言葉遣いで面接官の質問に答えています。今回面接した日本の企業グループはこれまでに22人のインド人介護士を採用してきた実績がありました。若くて真面目で、語学のにも堪能 で一生懸命仕事してくれるっていうのはすごく魅力的ですけどね。今から結果を発表します。いいですか？一人目、スワプナさんです。この日合格したのは10人。東京と千葉で働く予定です。しかしまだ決まったわけではありません。
日本で働くにはさらに特定技能の資格を取る必要があります。このあと10人はこれまで以上に努力をする必要があるのです。涙をにじませていたのは合格できなかった生徒たち。日本行きを夢見てここまで相当の努力をし、また大きな犠牲を払ってきました。一日でも早くお金を、まあ、稼いで、 で家族をサポートしていきたいっていうのが彼らの一番大きな福になっていると思います。年収ですと、そうですね、もう10倍ぐらい、8倍から10倍ぐらいになると思いますね。生活が、まあ、劇的に変わる、まあ、そういうシチュエーションを作っているなと思います。インドの看護師免許に日本語の取得、企業の面接を通っても資格試験があります。いくつものハードルを超えてようやく来日できるのです。桜荘で働く15人もこうした難関を突破してきました。あ、つえさん、知り合いか。優秀なのもうなずけます。バイバイ。福井県勝山市に遅い春が近づいていました。横山さん、特別養護老人ホーム桜荘には15人のインド人介護士が働いています。難関を突破した妻女たちです。この日、好奇心旺盛な2人がやってきたのは、プリクラですか。同じ部屋で年齢も近いマノラマさんとアヌパマさんです。休みの日はいつも一緒に出かけています。人生初のプリクラに挑戦。実際とは随分違う出来上がりに少し驚いていましたが、二人にとっては大切な思い出になったようです。その後も福井県内の名所を回り、日が暮れるまで楽しみました。行きたいところいっぱいありますね。日本は向こうへ帰ったらまだ日本来るかどうかわからないので、今日本にいるときはいろいろなところ行きたいです。楽しみたいです。中にはあまり外出しない人もいます。最年長のシニさん、32歳。同じ部屋の2人は桜荘で勤務中です。シニさんは休日を一人のんびり家で過ごします。料理が得意で毎食手作りし、節約を心がけています。私たちはちょっと使うのが安くして家族に送っています、うん、9万ぐらい送ります。はい、送ります。無駄なものはほとんど買わないというシニさん。彼女の棚にあったのはミシンと家族の写真くらいです。何もないなと思うほどありますけど、子供の勉強のためにも貯金したいです。シニさんには2人の子供がいます。家族の将来のために来日したシニさんは、少しでも多く貯金をしようとしているのです。15人の中にもう一人子供がいる人がいます。私の子供2人、3歳と2歳、テレビ電話で喋っています。
いつも昼休みに家族とテレビ電話をするというサティアさんです。下の子が生まれてわずか半年で日本語を学び始め、2歳の時に来日しました。ここで最近撮った写真、寂しいけど子供のために勉強させたい、うん、このような生活をきれいにしたい、だから大丈夫です。せーの。子供のためなら頑張れるというシニさんとサティアさん、遠い日本で介護という大変な仕事に従事し、いつも笑顔を絶やさない2人です。年寄りと一緒に喋ってて勝山弁になったと思う。楽しみにすることもたくさんあるから、ちょっと頑張っていきます。出る、ここのコーディションさんはみんな大好きです。私あと私も自分の家族と思ってみんなに世話しているので、あとちょっと嬉しいですね。はい、座りましょう。はい、ここ座りますね。来日して間もなく1年、2人はあと4年間ここで過ごす予定です。はい、ありがとうございました。すみません、結構安い、それは先に行けたの。春です。この日、桜荘で働くメンバーのうち6人が福井市内の桜の名所にやってきました。施設のケア担当の職員が彼女たちを息抜きさせるために誘ったのです。その中には少し照れながら写真を撮ってもらうシニさんが。サティアさんもインドに残してきた家族に美しい日本の写真と元気な自分の姿を報告するのでしょう。日が暮れるまで写真を撮り、花見を満喫している2人ですが、ふとした時に思い出すのはやはり遠く離れている子供のことです。家族のこと思い出したら寂しいですね。子供がいるのでちょっと会いたいと思って。今は家族はないことは寂しいです。子供にも会いたい。小さい子供をインドに残してきた2人は、楽しいはずの花見さえどこか楽しみきれないのです。福井県勝山市の桜荘、去年初めて外国人労働者を受け入れました。どこも行きたくね。ダメな日もあるよ。でも専属のサポート職員をつけて悩みを聞くなど、インド人介護士の心のケアにも取り組んでいます。これまでにもいろいろな都合で一時帰国を許可してきました。4月中旬、ここは南インドの空の玄関口。帰ってきたのは子供に会いたいと願うサティアさんとシニさんです。翌朝、空港近くのホテルには家族の迎えを待つサティアさんの姿がありました。今ちょっとドキドキしている。楽しみけど、1年後を見るのももっと楽しいから待っている。子供はもっと小さいですのから私離れてきたけど、今は見るともっと嬉しくなる。いい
に連れられ二人の息子キリスト君とティオ君も一緒に来ました。アマデリナアマやるティオやるティオやるスマホでは毎日のように顔を見ながら話しているのにこうして会うとなかなか言葉が出てきません。やはり何かと思ってんティオプレイチですけど何が話すかどうか分からない。子供もあまり私に分からないからあまり何言うかどうかは分からない。日本に行くため子供たちとの時間を削り勉強しました。甘え方がわからない子供たち。サティヤさんは離れていた1年分の時間を埋めようと自宅へ急ぎます。その後すぐにシニさんも家族のもとへと出発です。空港から車でおよそ3時間、ふるさとの村に到着しました。あれです、あの家です。あ、音。あ、走っている。私を見てて。안 먹인디? 안 먹인디? 먹어. 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 久しぶりの家族との再会です。シニさんの家には今6人が暮らしています。義理の母親とシニさんの両親、そして夫と2人の息子たちです。この大家族が生活するには夫の収入だけでは難しいため、シニさんは日本に行くことを決めました。愛する家族を支えるため5年間家族と別れて暮らす選択をしたのです。ここはインド最南端の町カーニャクマリ。インド洋に昇る朝日を見ることができる観光地です。この町に日本で介護士として働いていた女性がいます。あ、こんにちは。こんにちは、すみません。よろしくお願いします。こんにちは、シェルパーです。去年まで愛知県で働いていたシルパさんです。日本に行ったら私のライフをトータルにチェンジしました。この家を私の弟さんのために私の金で作って、今みんな楽しくしている。シルパさんは帰国後結婚しました。再び日本で働こうとしましたが、
家族と一緒に暮らすことが難しく断念しました。日本に行くために家族ビザがありますか聞いたらないと言われて、家族ビザがあったら私旦那さんと一緒に日本に行きますけど、今ないからちょっと心配して他の国に行くために勉強しています。介護士の外国人労働者が家族と一緒に日本で暮らすのは狭き門です。日本の国家試験を受け、介護福祉士の資格を取る必要があります。働くために来日した彼女たち、資格を取る勉強時間はほとんどありません。しかも日本人と同じ条件での試験です。一方、介護士が家族と暮らせる国もあります。ドイツに行くために家族必要がありますから、私が旦那さんと行ってずっと住みたいと思います。日本に家族必要があったらいいと思います。こうしてシルパさんのように日本を諦める介護士は少なくありません。あ、おはようございます。すいません、よろしくお願いいたします。お願いいたします。外国人労働者の受け入れに詳しい専門家は、せっかく日本語を覚えるってすごい努力された方が本来日本に帰ってくれば来てですね、まあ、家族で帰ってこれればいいわけですけれども、まあ、制度がそういうふうに整ってないから他の国に行ってしまうってすごいもったいない話ですね、日本にとっては。それ家族で生活されるようになるとですね、お子さんが生まれ、そうするとどんどんやっぱ消費も増えていくわけですね。やっぱそれは日本がやっぱ魅力があるからこそいい人材が来てくれるわけで、まあ、それは日本がまあまだ通えているうちにですね、しっかりした制度を作っていい人材がちゃんと流れ込んでくるという制度をやっぱり作るべきだと思います。4月24日、国は日本の人手不足対策として設けられた特定技能について、長期滞在を可能にする業種を現在の4倍に拡大したいとの考えを明らかにしました。家族と一緒に暮らせるという案ですが、介護分野は日本の介護福祉士の試験をパスするという条件がそのまま残りました。現状について15人のインド人介護士を受け入れた桜荘のベニヤ理事長は、今15人いっぺんに来ていただいた分、まあ、数年後に期限が来ると15人が同時に期間が終わってしまうことになるので、まあ、そこはちょっと今制度がどうなっていくかもちょっと見守りつつですけど、まあ、地域っていうのは一番こう田舎臭くて古臭くて遅れてるみたいに見られがちですけど、ある意味日本中が陥る可能性のある課題を先取りしているところでもありますので、そういう意味では他の地域のモデルになる可能性はあるし、まあ、そうなりたいという思いはあります。現状の制度では家族と一緒には暮らせません。シニさんにも別れの時が迫っていました。離れれませんと言っているので、とてもとても難しい。一緒に行きたいと泣いているので、家族と一緒では働けない日本の制度、この手に支えられているのは彼女の子供だけではないはずです。5月、はい、行きましょう。日本に戻ってきたシニさん、朝ごはん食べた？食べましたか？食べたよ、いっぱい。いっぱい食べました？おいしいでした？おいしいよ。おいしいの？入院ゼロ、お相番が北口さんと湯本さんです。夜勤は北坂さんです。夜勤フリーは。これまで以上に仕事に励む
シニさん、家族と再会したことで決意を新たにしたようです。子どもにも良い教育を受けたいと思うので、介護福祉士になりたいと思っているので、これの練習もここでします。介護福祉士になったら家族と一緒に日本に住むことできますので、あと子どもと夫と一緒にここ住んで仕事したいと思っているので頑張ります。家族を呼んで勝山で一緒に暮らしたい。そのためにシニさんは働きながら日本の国家資格に挑戦します。他のメンバーも勝山が気に入っています。これまでも地元のイベントに参加するなど地域をもっと知ろうとしていました。公民館で開かれたぼた餅作りに参加したワイシュナビさん。日本のなんか美味しさとかインドの美味しさは、なんかだいぶ違うです。今慣れていないんですけど、また頑張っています。勝山の伝統的なお祭りに参加したのはインドマティさん。何か心がちょっと温かくなるような感じでとってもいい気持ちと思います。外国人の人材の受け入れを支援する JICA 北陸では、今勝山は絶好のチャンスだといいます。になってきますよね。外国人に対して新たな認識を持たなきゃいけない時期が今来ているっていうふうに私は認識していて、もう外国人材の活躍というのは必要不可欠なので、共に生きていくっていうこと、共に地域を作っていくっていうことがどういうことなのか、それを考えるきっかけになったっていうのはすごくこう勝山市にとっても良かったのではないかなって思いますよね。彼女たちも自分たちのことをより知ってもらおうと自ら交流イベントを企画しました。踊りとインドの定番イストリゲームで地域の人たちと盛り上がります。とっても楽しかったです。知らないことばっかりなのでまた教えてもらいたいなと思います。はい、みんなフレンドリーな人ばっかりで本当は楽しみました。来日してわずか1年で地域の人たちとの親交を深めた彼女たち。この外国人の一方で対応の遅い日本の未来に専門家たちは警鐘を鳴らします。これからは彼らが選んでいく、自動的に日本が選ばれる国ではないっていう認識は我々必ず持たないといけないと思います。日本人っていうのはやっぱり政府がどう考えているかっていうことにやっぱり左右される部分が多いので、日本は外国人をどのような人とこれから捉えていくのかということを明確にすべきだと思うんですね。日本人だけでですね地域を維持するっていうのも残念ながらもう非常に難しい時代だと思います。欧米に比べると経済が停滞している日本は制度の面だけでなく賃金の面でも魅力がなくなっています。それにもかかわらず国はいまだ介護人材の受け入れについて足踏みしたまま。外国人人材の受け入れを担当する法務省出入国在留管理庁にインタビュー取材を申し込むと、現在有識者会議に諮問していて今後の方針を検討している段階なので対応できる状況にないとの答えが返ってきました。一方15人のインド人介護士がやってきた勝山市では、賛成多数であります。よって本件については委員長報告の通り原案が可決されました。
外国人との共生のためにおよそ850万円の予算を計上したのです。例えば宗教的なこととか、あの食事のこととか、いろんなことで勝山の人は長らくそういった海外の人に接触する免疫が少ないところで、あの分かってないことがたくさんあると思うんですね。だからやっぱりそういったことを理解してあの交流をしていく必要があるのかなと、そういう意味で今回のインドの人たちが15人来たっていうのは、あの自分の中ではすごく大きなきっかけになってます。日本のどこにでもある山あいの町にやってきた15人のインド人介護士たち。彼女たちはこの町に新しい風を吹かせ始めました。町の人たちも外国人と共に暮らすということを本気で考え始めています。2040年には今のおよそ4倍となる670万人の外国人労働者がいないと日本社会は維持できないと言われています。インドから来てるの分かる？インドから来てる、うん、彼女たちの後輩は日本を選んでくれるでしょうか？